皆さんこんにちは。1月18日月曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。豊島区役所本庁舎1階の豊島テレビエコーミューズタウンスタジオからお送りしています。なお再放送はご覧の時間帯に放送いたします。まずは区からのお知らせです。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出しました。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。区民の皆様におかれましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めていただきますよう重ねてお願い申し上げます。では本日の番組内容です。さあ、皆さんは豊島区に眠る空き家をご存知でしょうか。今回はそんな豊島区の空き家の活用方法ということでご紹介してまいります。では本日のゲストです。スタジオには豊島区都市整備部住宅課の反町浩一さん、そしてリモート先には株式会社ジェクトワン地域コミュニティ事業部の石井萌奈さんにご出演いただきます。お二方、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、では今回は空き家の活用方法ということなんですけれども、反町さん、豊島区ではなぜ空き家の活用にこう取り組んでいるんでしょうか。はい、私たちが住んでいるこの豊島区はですね、23区の中で最も空き家率の高い区なんです。で、この空き家を放置すると防災、防犯、衛生面など様々な面で地域への悪影響を及ぼします。で、このそのような地域への悪影響をですね、防ぐために豊島区では戸建ての空き家を公益目的のために活用する事業を行っております。はい。で、本日はですね、その豊島区の空き家活用の事業のご紹介と、実際にその事業をご利用いただいた株式会社ジェクトワンの石井様にですね、利用していただいた際の生の声をお聞かせいただければと思っております。さあ、今回はね、その事業とともに生の声ということで、ね、石井さんにはね、後ほどね、いろいろお話伺っていきたいと思うんですけれども、豊島区空き家率というのが高いんですね。実はそうなんですね。はい、なるほど。ではその豊島区の空き家活用事業というのがどういったものなのか教えていただけますか。はい、豊島区では地域貢献型空き家利活用事業というものを行っております。はい、この事業は地域交流の活性化や街づくりの推進など公益目的のために空き家を利用する事業となっております。例えばですね、多世代交流が生まれる地域コミュニティカフェとかですね、はい、子育てママを支援する、触れ合い、交流スペースなどが挙げられます。で、この関係図、ご覧いただければと思うのですが、はい、区の登録を受けた空き家オーナーと区の登録を受けた地域貢献団体の中で双方の条件や意向がですね、合致すると見込まれたものについて区がマッチングの機会を設けます。マッチングするんですね。そうなんです。はい、マッチングが成立すると空き家オーナーと地域貢献団体をさらに相談を重ねて空き家活用に向けた準備がスタートします。で、区は補助金を交付したりですね、事業が軌道に乗り回収費用を順調に回収できるようさまざまなアドバイスをさせていただきます。空き家のオーナーさん、またね、活用事業者とうまくマッチングしていく、そんな事業なんですね。でもこういった流れがあるとね、非常にオーナーさんも事業者さんもね、こう安心して空き家の活用を、ね、行えそうですよね。さあ、ではここからは実際に具体的な活用事例ということで石井さんにね、お話を伺っていきたいと思います。この石井さんはこうどんな空き家をどのように活用されたんでしょうか。はい、今回ご相談をいただ活用させていただいたのは、豊島区南長崎のですね、トキワ荘漫画ミュージアムの目の前にあるですね、
時計屋さんになります。今ちょうどビフォーアフターの映像があるかと思うんですけれども、もともと時和荘の、研究家でいらっしゃる小出さんという方がいらっしゃいまして、その方が時計店を営まれていたんですが、そのミュージアムができるにあたって、その地域住民として何かより活性化できないかというところで、お店を畳んでですね、ご自身でもう物件を空き家空き店舗の状態にして何か活用できないかということで豊島区にご相談をされて、私どもの方にマッチングをいただいたという経緯になっております。実際には、はい、時計屋さんのところからその、まあ、漫画家あの時和荘の研究というところの思いを組んで、時和荘の漫画がたくさん詰まったですね、古本のブックカフェとして改装させていただきました。ブックカフェ、時計屋さんからブックカフェになったんですね。でもそもそもなぜ空き家を活用しようと思われたんでしょうか。はい、もともと私ども株式会社チェクトワンというのが空き家活用サポート空きサポという事業を行っておりまして、その地域で困っている空き家をですね、私どもの方で数年単位で一括借り上げをして、で改装して地域にマッチングするような利活用事業に改装するとまあ、貸し出しをするという事業を行っております。で実際にこのすぐ近くのところに、生活産業課さんと一緒にやらせていただいているシェアキッチン小回りキッチンも開業させていただいていたりだとかですね、豊島区の空き家問題とは割と切っても切り離せないような関係をこれまで取り組んでまいりました。この空き家を活用するメリットをいい点っていうのはどんなところにあるんでしょうか。はい、まず先ほど反町さんもおっしゃっていたんですけれども、地域に空き家がですね何件もありますと、結局その、まあ、治安が悪くなってしまったりだとか、雰囲気が夜ですね、夜間に明かりが止まらないので暗い雰囲気になってしまったりだとかっていうところで、非常に地域のためにならないことになってしまいます。一方でそこの暗くなってしまっていたところに明かりが灯るようになると、そこに何か人ってやっぱり吸い寄せられるというかですね、また何やってるんだろう、今日は何やってるんだろうというふうにちょっと覗きたくなるような、そういった環境づくりができるというのが空き家活用の大きなメリットじゃないかなというふうに考えております。そうですよね。今ねお話しいただきましたブックカフェ、またねシェアキッチンなどお話しいただきましたけれども、こう地域のこの拠り所というかスポットになっているような実感というのはありますか。はい、実際にブックカフェをオープンさせていただいてから、ミュージアムがオープンしてからは非常に多くの方にご利用いただいておりまして、特に今回の区立のその時和荘漫画ミュージアムの方には、お土産屋さんがないんですね。なので例えば今ちょうどやっている手塚治虫先生の企画展だとかを見た後に、今すぐジャングル大帝鉄腕アトムを読みたいって思っても見る機会がなかったりするので、コーヒーをそこで一杯飲みながら、その古本で漫画を読んで楽しかったら、そこの場で購入をして持って帰ることができるというのが、今回のその古市時和荘通り店の活用の大きなメリットなのかなと。それが観光客にとっても、地元の住民の方にとってもすごくメリットに感じていただいているようです。確かにそういうの見たら読みたくなったりしますもんね。そうですね。実際反町さん行かれたことはありますか。はい、私もですね、こちらオープンした後にですね、お店を訪問させていただいたのですが、すごく活気がありましたし、素敵な利活用していただけたなとすごく感じました。本当に漫画荘、ね、時和荘漫画ミュージアムの本当に近くにあるんですよね。もう目の前ですかね。はい、近くにありますので。いや、いいですよね。もう本当に今は、ね、成功例だと思うんですけれども、でも石井さん、やはりこの空き家を開業して経営していく、相当な覚悟と能力もなんか必要じゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。
そうですね、例えば空き家の所有者の方がそのままじゃあご自身で何かをしようってなってしまうと、実際に私たちの方で空き家総研という調査をしているんですけれども、やはりその金銭面だとかがですね、回収の費用がネックになったりだとか、またそのノウハウがないと厳しかったりするというところがあると思うんですけれども、例えばこの豊島区のマッチング事業しかり、弊社でも実際に活用をしたい方をが何組かコストックがあったりとかしますので、そういった方にご紹介してこうやることによって、まず豊島区の補助金を使わせていただければ、大体200万円上限で回収費用の3分の2まで持っていただけるので、例えば300万円使ったとしても3分の2使ったの額の補助に該当するので、実費負担が100万円に済むというのが非常にメリットだと思うんですね。またその金銭面だけではなく、その実際に使っていただけるような事業者をマッチングしていただけるっていうのは、豊島区のその事業としては非常にこう、なんですか、空き家の所有者にとってはメリットかなというふうに思いますので、ぜひご活用いただければなというふうに思っております。本当にこの区が支援してくれるメリットの大きさというのはやはり感じていらっしゃいます？はい。なるほど。でもやはりこう開業する、活用することによって、やはり不安なことって一番多いのはやはりお金のことなんでしょうか？はい、一番感じられている、大体ですね、7割の方がそのご自身が相続をした物件だとか、その閉業してしまった空き店舗だったとかの部分に対して、やっぱりお金をかけることができないというのが非常にこう、何ですかね、こうデメリットというかネックに考えていらっしゃるようなので、そういったところをこう区が補助してくれるという対策は非常にメリットなのかなと思います。でも鳥町さん、こちらの事業、はい、比較的こう新しい事業ですよね。はい、そうなんです。こちらの事業自体はですね、令和元年度から始まった事業でございます。このジェクトワンさんはまさにこうお手本のような、ね、成功事例というか活用例だと思うんですけど、はい、いかがですか？はい、本当にその通りだと思っておりまして、まあ、今後もですね、こういった、まあ、事例をモデルとしながらもですね、いろんなこう取り組みが増えていければなと考えております。実際にこういきなり活用するっていうのは、やはりでも石井さん、いきなりっていうのはやはりこう不安っていうのはありますよね。はい、大体その思い入れのあるお家をそのまま活用するっていうのは、やっぱり相当の覚悟だとかがいると思うので、まずはそのいずれは活用したいだとか、このままではいけないというふうに思っていらっしゃるようでしたら、当社の、セミナーしかり、豊島区のセミナーしかり、まずはその、実態の方を把握していただいた上で、まずはその活用云々はともかくとして、こういった物件があるんだけれども、どうだろうか、こう私たちの家って、私たち その空いてる家ってそのまま活用できるのかっていうところを機関に相談いただくのが一番いいかと思います。やはり、ね、愛着があるところを活用したいっていう方非常に多くいらっしゃると思います。ということで、反町さん、まずご相談どうしたらいいんでしょうか？はい、まずはですね、お気軽にですね、こちらテロップにもございますが、住宅化施策推進グループまでですね、ご相談いただければと思います。お電話番号 03-3981-2655 でございます。はい、こちらの、ね、推進グループ03-3981-2655 03-3981-2655 までご連絡をお願いいたします。お書き間違いにも、ね、十分ご注意いただければと思います。さあ、そして石井さん、今、ね、お話しいただきました、石井さんもこうのところでもこう空き家の活用についてのこうセミナーというのを行っているそうですね。はい、今度行われるものが2月の13日にですね、テロップにある通り、ゼロから始める民事信託生前対策オンラインセミナーというものを開催いたします。はい、実際その空き家で、お金の対策もしっかりなんですけれども、相続だとかっていうところも非常にこうネックに考えられる方もいらっしゃいますので、その道 の, 研究家プロの方とですね、を踏まえて空き家になってしまう
まった後はどういうふうにすればいいのかというところを具体的にご提案させていただくようなセミナーになっておりますので、株式会社チェックトワンセミナーで検索いただければ出てくるかと思いますので、ぜひご検索いただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして反町さんからもお知らせをぜひお願いします。はい、豊島区住宅課でも空き家に関するセミナーを行っております。次回は1月30日ですね、特定行政書士の戸川先生をお招きしまして、空き家を負の遺産にしないためにというテーマでセミナーを行わせていただきます。またですね、2月20日にもですねセミナーを予定しておりまして、そちらにつきましてはですね司法書士の森先生をですねお招きしまして、空き家対策のですね相続や遺言、成年後見制度などの活用と問題点についてですねごセミナーを講演いただく予定でございます。はい、もちろんこちらはねオンラインセミナーとは違ってコロナ感染対策というのを行ってね開催するということでございます。はい、ね、これ全5回予定と、ね、書いてありましたけれども、今まではどんな感じだったんですか？そうなんですね、今まではですね空き家活用の具体的な事例をこうセミナーでご紹介させていただきました。で特に今年今年度1回目はですねだったの、はい、この石井様にですね、はい、実際ご講演いただきましたので、はい、そうなんですね、活用事例をお話しいただきました。石井さん、その皆さん積極的な様子でした、どんな感じだったんですか？想定より結構な方が集まっていただきまして、でまた私どものセミナー終了後に積極的にご質問いただいたりだとか、個別にこういったことで困っているというご相談をいただいたりだとかですね、具体的にこう何ですかね、まず先ほど申した通り何すぐに活用したいというわけではないけれども、どうすればいいかという形でご相談いただく方が多かったなという印象があります。もう本当にこうまずはこう相談してみるということがきっかけですよね。はい、ありがとうございます。ではここで一旦豊島区からのお知らせ週刊ピックアップをご覧ください。2月13日土曜日、豊島産業振興プラザ池ビズ6階多目的ホールで豊島区男女共同参画都市宣言記念講演会、俺たちは変われるのか、さよなら俺たちの著者清田隆之さんと考える男性のそしてみんなのジェンダー問題を開催いたします。社会や個人の中に根深く存在する男性性に関する特権や抑圧等の問題点についてお話を聞き、これからの男性の在り方や全ての人に関わるジェンダー課題について考える講演会です。保育を希望される方、手話通訳を必要とされる方は申し込みの際にお知らせください。週刊ピックアップをご覧いただきました。さあ今回は豊島区の空き家活用方法ということで、ね、実際に具体的な事例、生の声とともにこの事業をご紹介してまいりました。さあでは石井さんからぜひですね、視聴者の皆さんに最後メッセージをお願いいたします。はい、空き家というのが非常にこう豊島区は多いということで問題になっているかと思います。ぜひそういったところではまずはその自分のところでこうどうすればいいかわからないからそのままにするではなくてですね、一歩踏み出してみることをお勧めします。こちらで告知を忘れてしまっていたんですけれども、空きサポというですねホームページが弊社の方でございまして、そちらの方をご覧いただければ空き家の活用方法というのを具体的に見ていただけるかと思うので、そちらもぜひご覧いただければというふうに思っております。また、セミナーのところもですね2月13日にこちらオンラインで開催しておりますので、ぜひ気軽にですねご登録をいただいて、積極的にご質問等をいただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さあでは最後に反町さんからも視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、空き家に関しましてまずはお気軽にご相談いただければと思います。ぜひぜひ、お問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
でも本当に私この、ね、空き家対策という、ね、今日テーマで空き家の活用事例というテーマでしたけれども、まず空き家がそんなにこの豊島区公立都市であるのに多いんだなというところと、まずこういった現状を知ってから何か取り組む、またこういった成功事例という非常に生の声というのは、ね、非常に分かりやすく、ね、お話しいただけたと思います。さあ本日のゲストは豊島区都市整備部住宅課の反町浩一さん、そして株式会社チェクトワン地域コミュニティ事業部の石井萌奈さんにご出演をいただきました。お二方本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回です。さよなら。